シンデレラカップ優勝戦に出走します大竹飛鳥選手です。まずおめでとうございます。おめでとうございます。どうですか、5日間戦ってこられて。そうですね、ちょっと伸び弱いですかね。まだ伸びが弱い、はい、前回笹川杯の時優勝した時と比べてもちょっと弱い感じですか。あの時は良かったんでね、はい、ちょっとやはり違います。ダッシュからのスタート感というのは今節どうですか。そうですね、思いっきりはいけてないんですけど、まあ、トースポ動画も前回いよいよ大竹飛鳥選手の優勝シーン撮りましたから、縁起物やと思って最後に、ちょっとポーズ決めて抱負を一言お願いします。はい、地元なので、頑張ります。ありがとうございます。大竹選手でした。ありがとうございました。